ウッドデッキ Q&A、 ウッドデッキが腐ってきました。どうしよう。一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。腐ってしまったウッドデッキは塗り替えたり部材を交換したりして、修理することはできるんですか？はい、今見ていただいているウッドデッキがですね、もう15年あまりメンテナンスをしなかったウエスタンレッドシーダーで作られたウッドデッキなんですよ。で、問題はこれどんな材料で作られているかということで、修理できるかできないかがまず決まります。で、今回このウエスタンレッドシーダーで、もともとこの材料は寿命がハンディちゃんとしててもまあ15年ぐらいのものなんですね。それで、まあ、この物件は15年経ってますので、仮に傷んでない材木があったとしても、もうすぐにあと 2,3 年でまた寿命が来ちゃうという材料ですから、修理をするというのはちょっと難しいです。で、これがハードウッドっていうその30年持つような材木で作られていた場合は、15年ぐらいですと材木を交換して、修理が可能だという考えをすればいいと思います。で、ただですね、シロアリが入っている場合は、もうシロアリがどこに入っているかまではちょっとなかなか分かりませんので、基本的には全部交換をした方がいいと思います。ご視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ガーデンリノベーションのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。hastings-classic.com で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301。 お電話お待ちしております。